年よりチェコで運用が始まった冬装備道路標識この標識下では、スノータイヤの使用が義務付けられる。スノータイヤとは、自動車のタイヤのうち、冬の積雪下でも安全に走行できるように、設計されたタイヤ全般を指す言葉である。スノータイヤは、ウィンタータイヤとも呼ばれ、日本ではこれを直訳して冬、タイヤと呼ぶことがある。今日では、 スタッドレスタイヤがスノータイヤとほぼ同義として取り扱われているがスタッドレスタイヤはスノータイヤを含むものの工業規格として明確に区別されているスタッドレスタイヤはスパイクタイヤの代替品として生まれたスノータイヤを更新する新規格であるスパイクを打ち込んだスノータイヤ 4WD 車の夏タイヤとして装着例の多いオールテレーンタイヤ M&S 表記がされているため、スノータイヤとしても一応は使用可能である。スノータイヤは一般的にノーマルタイヤやオールテレンタイヤとは異なるゴム属生物を用いて製造される。スノータイヤのゴムは氷点下などの低温でもしなやかさを失わず、雪をトレッド内部にかき込むように路面に食いつくことで、ノーマルタイヤよりも優れたトラクション性能を発揮する。 現在の日本では使用が禁止されているが地域によってはスノータイヤの表情グリップ性能を補助するために金属製のスタッドをトレッド面に打ち込んだスパイクタイヤの使用が認められている国も存在する。スノータイヤここで示すスノータイヤとはスタッドレスタイヤが登場する以前まだスパイクタイヤの使用が禁止されていなかった時代のノンスタッドタイヤを指す。 当時のスノータイヤはマットテレーンタイヤをベースにトレッドの配置やパターンをやや複雑化しただけの簡単なもので特に積雪状態の路面での性能は先断力もあり現在のスタッドレスタイヤに比べれば良好ではあったが反面表情性能はゴム質が通常のタイヤと同じなために大きく不足していたそのためスパイクを打ち込んでスパイクタイヤとすることが 豪雪地帯においては一般的であった。タイヤのサイドウォールにはスノーの表記がなされていることで夏タイヤとの区別が行うことができた。スパイクタイヤ詳細はスパイクタイヤを参照スノータイヤに金属製のスパイクを打ち込んで表情のグリップ性能を強化したもの。極めて強力なグリップ力を示す反面、路面を削って深刻な粉塵ん口外を引き起こしたために、 北欧などの寒冷地帯を除いて、世界的に使用が禁止されつつある。日本においては1990年6月27日のスパイクタイヤ粉塵の発生の防止に関する法律の成立をもって、緊急自動車や死体に6級以上の障害がある、身体障害者が運転する車両などの例外を除き、正式に行動上での使用が禁止された。 スタッドレスタイヤ詳細は、スタッドレスタイヤを参照スパイクタイヤの放棄性発動後に、各国で一挙に開発が進んだ新しいスノータイヤで、旧来のスノータイヤと異なりスパイクを打ち込まなくとも、雪上で十分なグリップ性能を発揮できるように、トレッド面やゴム材質にも特別な設計が施されているのが特徴である。日本で販売されるスタッドレスタイヤのサイドウォールには、 スタッドレスの表記がされており、その他のタイヤとの区別が容易に行うことができるようになっている。マットスノータイヤオールシーズンタイヤにおけるマットスノー表記例。こうしたタイヤもスノータイヤとして一応は使用可能である。DNA 値などのオフロード及び積雪路面に対応したタイヤで、このようなタイヤにはマットスノーを示す M&S もしくは MS の表記が タイヤのサイドウォールに表記されている。冬タイヤ専用のスタッドレスタイヤの他にも、オールシーズンタイヤ、オールテレーンタイヤ、マットテレーンタイヤにもマットスノーの表記がされている。これらのタイヤは、絶対的な性能は冬タイヤ専用品に比べて劣るものの、完全な夏専用タイヤに比べてある程度までは、積雪路面にも対応が可能なため、 気候の変化が激しい国では純粋な夏タイヤよりも需要が高い傾向がある。現当期対応タイヤシビアサービスエンブレム北欧や欧米などで販売されるスノータイヤにはスノーフレークマークのエンブレムが記載されていることがある。このエンブレムはシビアサービスエンブレムと呼ばれ極めて厳しい寒冷地においても十分な性能を示すことを AS チームの公的試験によって 認証されたタイヤであることを示している。もともとマットスノー表記がされたオールシーズンタイヤの利用が盛んであった地域では、マットスノーの表記を過信して現冬季までそのまま履き続けて重大な事故に至るケースが後を絶たなかったことから、1999年から新たにこのようなマークが制定された。 日本におけるスタッドレス表記と同様に欧米ではマットスノーに加えてこのマークが表記されているものが真の意味で信頼性の高いスノータイヤであるという認識のもとで販売が行われている。ありがとうございます。